ストレージの名対戦チャンピオン、ブリックスを行く梅田裕一。それではこれより対戦を行いたいと思います。まず梅田選手をこれまで支えてきましたブリックスの関係者の皆様方と一緒に写真撮影を行いたいと思います。ブリックの仲間たちリング上に上がってください。ブリックスの仲間たちでございます。ぜひ上がってください。一緒に写真撮影をよろしくお願いいたします。違うの？梅田選手は29歳でキックボクシングの出会ったということで、そしてこのブリックス静岡県に本拠地を構えます。浜松に本拠地を構えるブリックスでは会場さんより花向けの言葉を一言いただきたいと思います。こういうのに急に言うのがいいです。そうユーブスね、引退式ということで開催してもらいますけど、まあ、これまで、いろいろ、まあ、仕事、もしくは、家庭ですね、維持しながら、選手としてよく頑張ってきたと思います。まあ、僕自身はね、あまり縁起のいい指導者ではなかったですけどもね、よくついてきてくれたと思います。皆さんでしっかり、これからも支えてもらって、何か人生ですね、歩んでいって、欲しいと思います。どうもご苦労様でした。改めて大きな拍手をお願いいたします。ではブリックスの方々ご退出のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今一度ブリックスの面々にも今一度盛大な拍手をよろしくお願いいたします。続きましてイノベーションウェルター級王座を今持っているのが梅田裕一でございましたが、この引退によりまして王座返上となりましたので、ジャパンキックボクシングイノベーション成田善一理事長にベルトが返上されます。ねぎらいの拍手をよろしくお願いいたします。それでは写真撮影のほどよろしくお願いいたします。では成田理事長からの一言。はい、皆さん今日はご来場ありがとうございます。梅田裕一でね、ブリッツまだ加盟して浅いんですけども、静岡に、ね、初めてのチャンピオンベルトをもたらしました。非常に強い選手でね、試合も見応えのある後半で非常にイノベーションも良いと思いました。この後彼から発表があると思いますが、今度は後進の指導として活躍しますので、今後も、梅田選手並びにブリッツの関係者の皆さんよろしくお願いいたします。改めて手嫌いの拍手をよろしくお願いいたします。成田善一理事長でございました。本人でございます。梅田裕一選手より皆様方にご挨拶でございます。皆さんこんばんは。ブリッツの、梅田裕一です。まずは、このような僕のために引退式を開いてくださったイノベーション関係者の皆様、理事長、本当にありがとうございます。僕自身今43歳という年で、37歳という遅い年からキックボクシングのプロデビューをして、そこから約6年間本当におじさんファイターということで、
体力的にもね、本当にちょっときついって思う部分もありながら、そんなことをね、ブリッツの小杉会長は、年齢のことを考えながら、指導方法や練習方法でもすごい考えながら、練習に取り組んで来てもらいました。当然腰痛だったり年齢によるものもある中ですごく悩んで、練習、指導をつけてくれたこと、それと、技術や技術面だけじゃなくて、人間性という部分でも常にご指導いただいて、とても感謝しています。ありがとうございました。これから今ブリッツ所属ということで、選手が引退するんですけれども、これを機に、僕は、小杉会長から、会長の座を、いただきまして、ブリッツの、これから名前が変わっていくんですけれども、会長として後進の育成に、取り組んでまいりますので、各チーム会長の皆様もこれから、運営指導、まあ、末永くお付き合いしていただくことになると思いますけど、よろしくお願いします。自分の中でね、この引退式まで開いてくれるということで、ね、ここまで頑張ってきて、ことを誇らしく思っています。本当に最高の格闘技人生でした。皆様本当にありがとうございました。梅田雄一イノベーションウェルター級チャンピオンブリッツ所属、1981年6月7日静岡県浜松市出身の43歳、成績は13戦9勝4敗、9勝の強さとなった形でございます。29歳でキックボクシングに入門、そして8年間の私服を経て37歳でプロデビュー、遅咲きのデビューながらなんと8連勝、そして昨年の2月19日、場所はここ品川で、なんと42歳という高齢ながらイノベーションウェルター級王座を獲得。さらに、ちょうど1年前の7月9日には WBC 名対日本ウェルター級王座決定戦に挑み、青木陽介との激戦の末、惜しくも王座奪取はなりませんでしたが、記憶に残る試合を残しております。ラストマッチはちょうど1週間前です。6月30日、スープワンチャイムエタイスーパーファイトボリューム10におきまして、コムキョウシット登場王と一戦戦いまして、惜しくも肘打ちでテクニカルナックアウト負けを喫したばかりでございます。それでは、梅田選手の実績をねぎらいまして、引退の転換を行います。皆様方、梅田選手のこの勇姿をまもなく焼き付けていただきたいと思います。イノベーションウェルター級チャンピオンのブリッツ所属、梅田雄一。改めて梅田選手に大きな拍手をお願いいたします。そして新たな門出にも大きな拍手を、何卒よろしくお願いを申し上げます。以上をもちまして、梅田雄一選手引
退記念セレモニーでございました。改めて大きな拍手をよろしくお願いいたします。